あなたを心臓へとはめ込みましょう。恐れながら神々の皆様に申し上げたき義がございます。ラグナロクなどというものは忘れましょう。それに随分と可愛い女の子だった。今日のことについて戦場ヶ原先輩は何か言っていたのか。しかし荒良木先輩の好みを把握しておくことは私にとって無益だとは思わない。そろそろ始まるぞ若。左右空席でよかったな。女友達全員に断られた絶叫遊園地のチケットがあるんだけどよ。それなら私のヘカート2だって思い切り反則って言われてるよ。使う方にしてみれば。しかし偽証は最も恥ずべき行為だ。かといって正直に告白するには、私の志望動機は、明日私が開く宴に招待してあげましょう。それを聞いたいたずら好きのネズミは、君と平野君が警戒している。女とは時にか弱く振る舞いたいものだ。でもまあ今回の舞台はファバクラの好きな題材だから、今では結構楽しみにしてるみたい。ゆめ子、ここでの生活は楽しい？気に入ってもらえてよかったわ。百花王学園は私の作ったアクアリウム。俺はあなたの影でよかった。なのに一度も振り返ろうとしないお前を、貴様を、あなたを、ボコる。次こそ絶対ボコってやる。です。そうやってイズナの気を散らす気だろ。です。喋りたきゃ勝手に喋れ。です。朝からずっとハイテンションだな。約束だからな。早速着替えるか。せっかく誰もいない道に入ってきたんだし。そろそろ昨日ユイと何があったのかはっきりさせてもらおうか。風船カズラは関係ない。ちょっと最近体調崩しててな。よもや私を宿から遠ざけるためにわざと風穴を開いているわけではあるまいな。合っているのか。ライバルがいた方が盗みは面白い。そうでしょルパン。恨まないでちょうだいね。精神的に辛い時期は耳をイヤホンで蓋して音楽の世界に逃げ込んだと聞いた。私もそうしてみた。いい天気。たまにはお日様の下をお散歩したいと思いませんか。お次は犯人は僕じゃないかしら。言うだけならいくらでもできるわよ。だったらこういう可能性はどう。タバコの味でも嫌いじゃないよ。めんどくさ。あ、トイレ借りるね。私の秘密の旅館、ついにお披露目の時が訪れた。いい加減にして。話なら聞く。その代わり私一人で。違うの。この人は助けてくれて。ああ、私に会いに来てくれたのね。かわいい子。